皆さんこんにちは。ハイテンション外人のハイガイでございます。ということで皆さん明けましておめでとうということで、本当に2021年は2020年よりマシな年にしましょうということで、2021年いろいろなねゲーム機がリリース、PS5 だの次世代機ではなくてレトロゲーム機がリリースされる日になりそうでございます。ポリメガ、ファイナル、アナログさんのポケットとアナログさんの PC エンジンデュオみたいな、アナログデュオですね、などもいろいろゲームにとっては2021年もなかなかいい豊作な年になりそうだと思います。ですが2020年もすごい豊作な年でございました。いろいろなゲームもリリースされました。私自身去年スイッチのゲーム実況配信でなんとスイッチで70個以上のゲームを僕プレイしておりました。ゲーム実なんで、そんなに僕去年ゲーム実況したんやってちょっとびっくりしたんですけども、しかも一つはレトロっていうセクションでタグでプレイしてたんで、どんなレトロゲームの数も合わせたら多分絶対100以上はね僕プレイしてるんですよ去年。ですがレトロゲームはとりあえず置いといて、去年リリースされた中でやっぱりすげえ面白いゲームがいっぱいあったんですよね。でその面白いゲーム僕自身もいっぱいやってきました。例えばね、さらにサイバーパンクもリリースされました。ラストバスも2もリリースされました。ニオ2、ゴーストオブツシマ、龍が如く、ファイナルファンタジー、いっぱいいっぱいゲームがもうめちゃくちゃ出てるんですよ。でその中で、リリースされたゲームの中で私が個人的にすげえ個人的だよ、僕と必ず同じだと思わないね、思わないでくださいよ。それが面白いと思うのよ、絶対に違えよって、これは完全に僕の意見なんで、僕の意見と違ってもそれは間違ったわけではないんです。去年プレイした去年リリースされたゲームの中で僕が個人的に面白いと思ったゲームトップ5を皆様に紹介したいなと思います。ということで早速ですが行ってみましょう。まずはじめに僕が去年リリースされた中で5番目に面白いと思ったゲームはサクナ姫です。アマホホのサクナ姫、アマホホっていうのはゲーム内で言われてるんで、アマホホではなくてまた違う名前だったんだけど、あれです、米作りゲームでございます。本当にね11月でしたっけ、10月ぐらいにリリースされてめちゃくちゃ嵐のようにね日本で売れまくって、海外でもねプレイした人たちにとってはすごい好印象なゲームとしてリリースされております。こちらのゲームアクションゲームとその育成シミュレーションというか農場シミュレーションゲームを合わせたゲームになっております。若干ルームファクトリーっぽいって思われるかもしれないけど全然違う。どういうことかというと、アクションの方は 2D スクロールアクションゲームですね。プレイスタイルが結構ゲーム実況しながらみんなよく言ってたのが村正、みたいなスタイルだなって、バニラウェアの村正っていうゲームがあるんですけども、それと似たような感じのなんか爽快アクションっぽいなってみんなよく言われておりましたけども、本当に爽快アクションなんですよ。アクションパートはいろんなところにもう本当にぴょん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 行きまくって、なんて言うんでしたっけ、紙というかなんかフックアクションみたいなことがすることができて、そのフックアクションと合わせたアクションがめちゃくちゃ楽しい、面白いんですよ。でちょっと若干最初癖はあって、その癖になれるのに若干僕は時間がかかったんですけど、その横押しながら攻撃するのとナチュラル何も押さない状態で攻撃するのでちょっと攻撃の仕方が違うんですよね。で間違えて横押しながら攻撃するとちょっと攻撃にズレが生じて、ああそれじゃないねんってなるイライラが最初にあったんですけども、それを乗り越えたらもうめちゃくちゃ気持ちよくいろんなところにピョンピョンピョンって言って敵もバババーンって倒して、さらになんか多い敵も一撃で倒してめちゃくちゃ爽快に敵を倒せるアクションもあってすごい面白いんですよ。でさらに僕はこのアクションゲームの部分を見て魅了されて買ったんですよ。でも僕思わなかったのが米作りの部分の方が僕もっと楽しんでしまったっていうところなんですね。思った以上に米作りパートがすごい再現されておりまして、めちゃくちゃ細かいんですよ。何をすればいいのか、米 の植える間隔の違いでなんとか、水をどれぐらい入れればいいのか、この時期だったら水をどれぐらい抜けばいいのか、どういった米を作りたいのか、白米にするのか玄米にするのか、いろいろな部分があって
まさかここまで僕米作りのことについて勉強になるとは思わなかったんですよね。なのでその部分も合わせてすごい面白かったんで、皆さんもし桜姫プレイしたことなかったらぜひおすすめします。はい、では次第4位、僕が去年面白いと思ったゲームはクラッシュバンディク4とんでもマルチバース、クラッシュバンディク、うわクラッシュバンディク、おおということで、ね、ほんまにこちらのゲーム、私クラッシュね、実は子供の頃大好きだったんですよ。クラッシュプレイ僕 あの一番好きの、あのレトロゲーム機って実はプレイステーション1なんですよ。でその中で、まあ、いろんなゲームやってきた中、クラッシュバンディクも大好きなんですよ。でクラッシュバンディク1、2、3プレイしてきました。めちゃくちゃ面白かったんです。でリメイクもね、まあリマスターですね、クラッシュバンディク1、2、3、のリマスターもリリースされたじゃないですか、2、3年前に。でそのクラッシュカートリーシングもリマスターされたじゃないですか。で、この4が実は去年リリースされたんですけど、4を、プレイする前にリマスターの方を1、2、3もう一気にクリアして4にやろうってゲーム実況、ツイッチでやったんですよね。でやっぱりあのリマスターの方もすごいよくできてて、マジで昔のクラッシュプレイしてる感じはあったんですね。若干もうちょっと難しいかも、難しくなってないって思ったところもあったんですけども、やっぱプレイしててすごい楽しかったです。でそこであのやっぱり1、2、3プレイしていくと、まあアクションは増えるんですけども難しさも増えるんですよ、クラッシュバンディクって1、2、3になると。で4で早速ね、1、2、3クリアして4にやろうぜってなって思ったのが、1、2、3でどんどん難しくなってって4でさらに難しくなってるっていうことだったんですよね。でこの難しくなったっていうのが悪いことじゃないんですよ。なんでかって言ったらクラッシュバンディクって結構まあカメラアングルがちょっとこ奥行きのある 3D アクションゲームみたいな形なんですけれども、プラットフォーミングのコントロールがすごい気持ちよくコントロールすることができるんですよね。本当に操作性抜群のアクションゲームなんですよ。なんでその難しさはあるけれども、例えばこのゲーム難しいけれども、その難しさは操作性の悪さで難しくなってるゲームってただイライラするだけじゃないですか。クラッシュバンディク4はそんなことないんですよ。ぶっちゃけ言うと操作性に関してイライラすることないんで、難しくてもああこなくそうっていう思うだけで、そのイライラはすることはないんですよね。だからすごい楽しかった。でどん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 アクション増えていくって言ったじゃないですか。クラッシュバンディク4も1、2、3でできたアクションはバッてできるんですけども、さらに他のキャラクターたちも使うことができるんですよね。で、タウナっていうキャラクターも出てくるんですけど、グラップリングアクションすることもできたりして、で、他にもね、ネタバレになっちゃうんであまり言いたくないんですけれども、コルテックスは、トレーラーでプロモーション動画では出てるんで、まあ、バラしちゃっていいのかな、なども使用することができるんですよ。でその人たちは全然違うアクションをするんで、なんかクラッシュだけじゃなくていろんなキャラクターたちを操作していろんなアクションもすることができて楽しい。さらにゲームをプレイしていくうちに、まあ、例えばリンゴとか箱を全部破壊することを気にしなければ、逆に難しさはそこまで難しいって思えないんですけれども、さらに表ステージ裏ステージみたいなのもあって、それもまた面白いんですよ。なんでやり込み要素は1、2、3ってクラッシュバンディクどんどん増えていくじゃないですか。1の2の方が1よりやり込み要素あるし、3の方が1、2よりやり込み要素あるんですけども、4はさらにやり込み要素増えて、さらにキャラクター増えて、さらにいろんな個々とクラッシュ格好を変えることもできてと、もうマジでいいとこ取りなんで、1、2、3のいいとこ取りをクラッシュバンディク4にバーンって出したんで、本当に皆さんもしクラッシュとか3D プラットフォーミングアクションゲームが好きな方はクラッシュバンディク4おすすめいたします。はい、ではでは次トップ3に入りたいと思います。3位にするのはすごい残念だったんですけども、ファイナルファンタジー7リメイクです。はい、ファイナルファンタジー7リメイク、僕はねスクエアエニックスの大ファンです。ぶっちゃけ言うとファイナルファンタジー大ファン、ドラゴンクエストの大ファンなんですよね。でファイナルファンタジー
セブンリメイクずっと昔からね、もう早く出てこい早く出てこいって言って、で出てきた時にプレイして、僕自身はもうめちゃくちゃ満足しましたけれども、アクションというか、そのやっぱりその世界観がすごい綺麗に出来上がっておりますし、これがミッドガルドだよみたいな感じになったし、キャラクターたちも昔ファイナルファンタジー7プレイステーション1でプレイした時にできなかったその声優とかが入ったおかげで、バレットがどんな風にこのセリフを言ってるのか、ティファがどんなやつなのか、レベッカがどんな、ベッキーちゃんどんなやつなのかとか、もうみんなキャラクター的にどんどん細かく成熟されて素敵なキャラクターに出来上がって、本当にバレットがあんな面白いやつになって最高だしとか、もう本当にね、キャラクターたちとか、その昔あったキャラクターたちに成長してあったなっていう形ですごい感動してましたね。で、ゲームプレイも僕はそのアクション的な要素ですごい気持ち楽しかったです。ファイナルファンタジー15のゲームプレイみたいになるって最初聞いた時若干不安だったんです。ファイナルファンタジー15のゲームプレイに文句あるっていうわけではなくて、ファイナルファンタジー7のそのコマンド式システムをなんか完全に入れ替えちゃうのかなって、アクション性にしちゃってキングダムハーツ風になっちゃうのかなって若干ちょっと心配したところがあって、ですが、まあ実際にプレイしてみて思ったのが、僕はこれはいいと思いますってなりましたね。本当にそれぐらい僕ゲーム大好きでございましたし、アクションもコマンド式にイージーにしてすることもできるんですけども、ぶっちゃけそんなにイージーにしなくてもいいですし、そのアクションもなんか別キャラをちゃんとみんな操ることができるっていうのもあったので、僕的にはねあれで良かったと思います。一つだけなんでその何1位にしたかったんですよ、このゲームを。でもなんで、3位になったかっていうと、まず最初に、パートなんですよ、パート1なんですよこれ、ファイナルファンタジー7リメイクって書いてある、ね、なんですけれども、そのパート1なんで、7の全ファイナルファンタジー7全部完結してないんですよこのゲーム。だからそれでちょっとっていうところがあります。で、もしこれが完結したバージョンがリリースされてたらもうダントツで1位です。で、もう一つがそのちょっと若干ネタバレの領域になるんですけども、なんか黒い影がねちょこちょこ出てくるんですよこいつ。で、その黒い影はなんかファイナルファンタジー7のプレイステーション1版のストーリーをそのキャラクターたちに歩ませようとするみたいな影みたいな感じのスタイルで出てくるんですけれども、それがなんだろうな、いらなかったなと思ったんですよね。多分なんでそのパート7Rであいつらを出した理由は、これから作るそのパート2と3はプレイステーション1のバージョンとはちょっと違うストーリーになっていくよっていうのを、まあ何視聴者に、まあ視聴者というかゲームプレイしてる人たちに伝えようみたいな形でやってたんかなと思ったんですけど、なんだろうな、その黒い影が FF7 がめちゃくちゃ好きで、開発者にストーリーが一字一句同じじゃないとダメって言ってるやつらが、これがお前らこの黒い影だぞみたいな感じで言われてる感じ、言われてないだろうけれども、なんかそんな感じがあって、なんか毎回さ、あれの黒い影が出てくるたんびに、なんだろうな、ストーリーがちょっとストップした、なんかどんどんストーリー的にどんどん盛り上がってる時におーって言ったら黒い影出てきた瞬間に若干萎えたんですよ。なんだよ、まあでもこれはたら本当にちょこっとだけよ、本当にちょこっとだからって完全にゲーム最悪とかじゃなくて、本当に僕がすごい良かったゲームの中で、もし僕があんまり気に食わなかったところがを強いて言うならば、その黒い影のことですから、だからってその他の人がその黒い影好きだったっていう人もいるかもしれないですけど、僕はその黒い影あんまり好きじゃなかったです。もう二度と出てきてほしくないはい、ということで次第2位、龍が如く7です。龍が如く7、実はねこれ僕は初めての龍が如くゲームです。北斗が如くはプレイしたことあるんですけど、龍が如くはこれが初めてのゲームです。
めちゃくちゃ面白かったです。あのドラゴンクエストみたいな、従来はアクションゲーム、戦闘シーンがアクションなんですけども、今回の戦闘はなんかパーティー組んで戦闘する、なんかちょっと RPG システムになったんですね、ターンベースの。それを気に食わないって言ってた人たちも結構いたらしいんですけども、なんか出てきた時みんな最高だったって言ってるぐらい、本当に戦闘もやっててすごい楽しいですし、ストーリーもすごい見てて、おー次何なるんって面白かったし、サイドストーリーも龍が如くシリーズすごいいいのが、オープンワールドのゲームなのにもかかわらず、サイドストーリーが一つ一つなんか違う感じになってるイメージ、わかります？結構オープンワールドってなんかオープンワールドです、いろんなことできますって言って、サイドストーリーも100以上とか言って、その100以上のサイドストーリーの 50% がもうコピペみたいに、あそこ行ってあの敵倒して、あそこに行って敵にあの敵倒して、でなんかだいたいテキストにバーって書いて、はいおしまい、はいおしまい、はいおしまいっていうのが多いんですよね。そういうのあると萎えるんですけども、この龍が如く7、サイドストーリーが一つ一つ本当に、なんだろう、ストーリーがあって、やってて飽きなかったんですよね。サイドストーリーやってて飽きなかった、このゲーム最高です。だから龍が如く7、ぜひね、RPG 好きの人もプレイしてほしいし、龍が如くシリーズ知らなくても楽しめたんで、マジし、まだね、龍が如くシリーズやったことないからどうしたらいいんだろうって思ってる人たちがいるんだったら楽しめるよ7、はい。さて1位を発表する前にちょっとね、皆様にお伝えしたい、ランキングに入らなかったけれどもおすすめしたいゲームを、言っていきたいと思います。まず最初に、ベアナックル4、こちらのベアナックル4めちゃくちゃ面白いゲームでございます。本当に 1,2,3 から正式的に続編として4が出た感じになってるんで、本当にプレイしてて、うわベアナックル遊んでるって気持ちになりました。そしてすごい面白いのが、ベアナックル4、まあ、1,2,3 のキャラクターたちが出てくるんですけども、その現代版みたいな感じで、クリアしたりすると、過去のキャラクターたちをアンロックすることができるんですよ。でどういう風にアンロックされるかって、ドット絵状態のベアナックル1のアクセルを使用することが できたり、ベアナックル3のドット絵のアクセルを使用することができたりと、なんか面白いキャラ選択をすることができるんですね。でそのベアナックル1とベアナックル3のアクセルのプレイスタイルも違うんですよ。できる技が違ったりとかするんで、本当に面白いんで、ぜひベアナックルシリーズやベルトスクロール横アクションゲームが大好きな人たちはやってみてください。もう一つ、ノーストレートロード、めちゃくちゃ面白いです。こちらは、ファイナルファンタジー15のスタッフさんが、リードディレクター、アクションかなんか の本当にちょっとど忘れしちゃってるんですけども、の、まあ、開発者さんのスタッフさんの一人がマレーシアに戻って、自分のゲームスタジオを開発して、まあ、立ち上げて作ったゲームがこちらのノーストレートロードでございます。3D アクションゲームでございますけれども、音楽音ゲーも一緒に、まあ、フュージョンしている形のゲームとなっております。キャラクターたちもめちゃくちゃ綺麗、面白いですし、音楽もめちゃくちゃ面白い。戦闘も普通にアクションゲームとしてプレイすることもできますけれども、音楽聴きながらプレイすると、もっと楽というか、ボスをもっと華麗に倒すことができるっていう、音楽にいろいろヒントを隠されてるんで、パリーとかできないって言ったら音楽聴いたらパリーができやすくなったりとか、面白いんですよ。そして EDM とロックの曲、その EDM の世界にロックをぶちかわそうっていう形 のストーリーになっておりますんで、本当にね、戦闘シーンが最初、ボス戦の時 EDM 流れてるんですけど、どん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 自分のチームというか自分のキャラが有利になっていくと、その曲がロックバージョンに入れ替わっていくんですね。そのなんだろう、フュージョンがめちゃくちゃ綺麗で楽しい、やってて面白くて音楽も聴いてて楽しいということで、皆さんぜひ試してください。で、もう一つがマンイーター、こちらはねサメゲーというか、まあ、サメゲーなんですけども、サメ映画が好きな人たちは絶対面白い、探索アクションが大好きな人たちは面白い。母ザメが、まあ、まず最初に殺されてしまうんですよね、ストーリー的に。そして自分はその小ザメとして沼地に放置されてしまうんですよ。その沼地からまず最初頑張って生き延びて、ワニとかいる中、ワニに食われないようにして、どん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 お魚とか食べたりして、いろんなところ探索して、どんどん進化し始めて、もう最終的にはでっかいメガシャークにして、そのお母さんを殺した人間に復讐するっていう、面白アクションゲームでございます。本当にね、進化
ただ大きくなるだけじゃなくて、なんかソニックウェーブ打てるように、なんか電撃噛みつきができるようになったりとか、なんかね、もうモンスターシャークになることができるんで、めちゃくちゃ面白いです。ぜひあのおすすめいたします。はい、ということで早速最後に、もう結構な長い動画になってしまったんで、第1位を紹介したいなと思います。では私が去年リリースされた中で一番面白いと思ったゲームはゴーストオブツシマでございます。本当にあのね、オープンワールドゲームって僕好きではあるんだけど、サイドミッションとか広すぎると飽きてしまう傾向があるんですよね。で、なんだろうな、ゴーストオブツシマは飽きなかった。本当にいろんなところにアクションして、で敵も倒すのに、あの僕すげえもう一撃食らったら食らったりしたら死ぬモードみたいな感じでやってたんですけども、でも敵も一撃で死ぬんで、本当にあの気持ちよく敵を切り殺して、切り殺すって怖いんですけども、なんか時代劇をマジで歩いてるっていう感覚に覆われて、あの声もみんなめちゃくちゃ良かったですし、あのキャラクターたちもみんな良かったですし、あのサイドミッションちょっとコピペあるサイドミッションもあったんですけれども、それを気にしない、あのどん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 自分の仲間たちと、あのなんだろう、結束が深まるようなサイドミッションが多かったり、本当にプレイしててすごい面白かったですし、ストーリーも面白かったでございます。あのね、あの普通にやってて楽しかった。本当にアクションも気持ちいい、ストーリーも気持ちいい、あの声の演技力もやべえ。本当にね、ゴーストオブツシマ、褒めても褒めても褒めたたえられっていう形でね、誉れをね、生きていきたいという人たちはゴーストオブツシマぜひやってみてほしいなと思います。はい、ということでね、思った以上に長い動画になりましたね。申し訳ないです。もっとパッパトップ5なんで、もうパッパパッパッパって終わるかなと思ったんですけれども、思った以上に時間かかったね。本当にすまんで、いやでもね、本当にもし僕が言ったゲームの中でまだやったことないゲームなどあるんだったら、ぜひやってみてほしいなと思います。はい、ではね、まあ今年はもっとまたいろいろゲームが出てくると思うんで、楽しみにしております。皆様は去年リリースされたゲームで一番面白いと思ったゲームは何ですか？コメントの中で教えてください。ではでは皆さん、長い間見に来てくれてありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。面白いと思ったらぜひこちらチャンネル登録していただければと思います。では皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。では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 、アデュー。